どうもみなさん、こんばんは。さあ、この背中からわかる通り、アベンジャーズに、なんと、アイアンスパイダーが、やってきました。こちらです。かっこいいね。そして、このアイアンスパイダーが来たことにより、この a t 5と、肩を並べるというね、夢の実現が、ついに、叶いました。いや、この並び最高ですね。最高だとは思いませんかね。 やっぱいいよなーエンドゲームを彷彿とさせるし、あのアイアンマンが死んでしまったシーンもちょっとね、思い出してしまう並びじゃないかなと思います。さあ、ホットモードで見ていきましょう。さあ、ついに揃った t 5とアイアンスパイダーですね。やっぱこの並びはいいねー。 で、今回のアイアンスパイダーなんですけど、まあ、見ての通り、非常にクオリティが高いです。マーブルスパイダーマンと比べると、この肩パッドみたいなところは、マーブルアベンジャーズで出たって感じなんですけど、そのスタチューとか、アイアンスパイダーの1分の1とかで見ると、 この肩パッドある方が正しいものみたいなね、ところもあったりするんで、非常に忠実に再現されています。そして、アイアンマンと一緒にね、ちょっとしたこの汚れっていうのがね、このアイアンスパイダーにもあります。で、マーベルスパイダーマンで、ね、ちょっとね、この汚れが塗装剥げてるかのような感じ、まあ見受けられたところあったんですけど、 アベンジャーズではしっかりとそこら辺はなくてですね、色のね、再現度というのはこっちの方が高いんじゃないかなと、個人的には思っています。まあ、そして何よりこの並びね、この二人の並びが見れるってのがやっぱ一番エモいとこですね。やっぱいいね。いや、なんか、あ,あの、この、 このスパイダーマンだけね、あの、スパンが短くてですね、コスチュームどん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 着てる感じですね。他にもナイトモンキーもね、登場しているんでね、そちらも今回合わせて紹介していこうかなと思うんですけど、ナイトモンキー着たということは、あとノーウェイホームの2つのスーツと、3つのスーツかな、サムライ未満のスーツ3つね、 これが残されていたり、ブラックコスチュームももしかしたら登場する可能性もあるということでね。非常に楽しみですね。で、このゲームにおいては、アームは出てこないんだけど、まあそれでもやっぱいいよな。この並びができるだけで最高だし、今後ドクターストレンジ、キャプテンマーベル、まあいろんなキャラクターが追加された時には、まあエンドゲームの再現みたいなこともね、できちゃったりするんでね。 そこら辺もちょっと期待しています。やっぱ見たかったよね、正直なところ。早くアイアンスパイダー来てくんないかなっていうふうに思ってる方も非常に多かったと思うんですが、この再現がやっとできるということでね。まあアイアンアームはないんだけど、まあそれでもこの並びで再現した人、ぜひ 買ってみてみください一応、本日、セールが来ているみたいなんでね、セールが来たら700クレジットで買うことができるんでね、1400クレジットはちょっと高いよっていう方、ぜひセールの時に買ってみてください。そして一応、ナイトモンキーの方も紹介しておきたいと思います。ナイトモンキーも、ァーフロムホームで出ています。こちらのスーツも、 非常に再現度が高くてですね。あの、シールドが用意したアーマーっていう、なんだろうな。防護服、まあ、防弾チョッキみたいなね。そういう感じのスーツっていうのがいいよね。まあ、ブラックウィドウが着てそうな素材でできてるよね。ブラックウィドウとかホークアイ。なんでニット帽のデザインになったんだろうな。 そこはちょっと謎なんですけどね。まあ、このナイトモンキーも非常にクオリティが高いですね。あれなんか、ただちょっと手のところを見ると、スパイダーマンの手なんかお、お、おっさんみたいな手してるな。ちょっとこの手は、再現度は、低いというか。ちょっと、歳の割に、肌荒れてねえか。 まあそういう風うに見受けられるね、これ。手がちょっと残念な感じではあるんですけど、まあ遠目から見るとナイトモンキーだよねっていう感じですね。ウェブシューターもしっかりあるし、こちらも、クオリティ高いので、気になった方は買ってみてください。一応今回はアイアンスパイダーということでね、エンドゲームのキャラクターたちが、 一度に揃ったということで。ちょっとね。ビッグスリーとアイアンスパイダーでミッションに行ってみたいと思います。さあやってきましたね。この並び。いいね。すぐさまスタートボタンを押してフォトモード。まだ早かった。ここかなで、フォトモードで遠目に撮ります。 いいね。完璧じゃないちょっとなんか目がこば、こわばっているスパイダーマンですけど。これは目の前に敵がいるからかな。もうちょっと集合させたいんだけど、あのー、CPU のせいかわからないんだけど、あの、近づくとね、この人たち逃げてくんだよね。ほら。やっぱこの並びだよな。 なんかこの「アベンジャーズ」のアップデートでさ MCU アップデートみたいなのもあったらいいなーって思うんだけどね MCU の能力追加しましたみたいなそういうのあったら結構ねこのゲーム始める人も多いんじゃないかなーって思ったり思わなかったりやっぱいいなあ なんかね、アイアンスパイダーに限っては、そんなにガッチリしてるっていう今までの、このアベンジャーズでのスパイダースーツの感じがしない、と個人的に思ってます。できるあ、ここいいじゃん。ここでフォトモードで撮ったり。<laughs> ちょっと待って。アイアンマンどこ向いてんのそしてなんかこわばった表情ですね。 ちょっとね、あの、目の表情がうまくできてないっていうところはあるかもしれない。目の面積がさ、全体の面積がちょっとちっちゃくなってたんで、おそらくそこができてないのかな。まあこれ、違うスーツでもあったんだけど、まあ治ってない感じするな エイムのセキュリティシステムに侵入しましたまアイアンスパイダーが来たんでね次は何が来るのかな非常に楽しみなんですけど個人的にはやっぱりノーウェイホームが来てブラックゴールドそしてインテグレーテッドスーツこの2つが来てようやくサムライビバンアメスパバン るんじゃないかなと予想しているんですけど多分ねスパン的には、まあ、ここ半年以内には来るんじゃないかなって勝手に思ってます非常にスパイダーマンだけもう5種類の MCU のスーツ着てるからね5種類かあ4種類かアイアンマンも4種類5種類ぐらいなんで スパイダーマン実装時期に比べるとかなり短いスパーで MCU のスーツが着ているんでねまあ半年以内もしかしたら3か月以内に来たりしなかった来たりしないかなって思ってます来たら最高なんだけどなスパイダーマン同士でマルチプレイ完全にノーウェイホームの再現ができる 他にもノーエイホームで、ノーエイホームの再現ができるゲーム、アプリとかだったらあると思うんだけど、4K でできるコンシューマーのゲームっていうのはね、なかなかないと思うので、まあぜひとも早めの制作、お願いしたいですね。まあ他のヒーローもどんどん来ることでしょう。なんか噂によるとシーハルクとか、 来るとかね、そういうのを聞いたりしているんでね、可能性は高いんじゃないかなと思います。で、最後にですね、あの、アイアンマン、会話させようかなと思います。ビッグスリーとちょっと会話させて終わろうかなと思います。スパイダーマン、蚊帳の外、まあ、マーベル MCU でも、そんなに、 喋ってなかったけどねまあキャプテンマーベルと喋ってたんで実装されたらね楽しい会話があったりするかもね次はキャプテンアメリカ行ってみましょうキャプテンこんなに長い時間が経ってからここに戻るなんて妙な気分だティチャカと共に戦ったあの頃から わかんだは大きく変わった。彼は素晴らしい人だった。僕の知る中で最高の人間の一人だ。あの時使った盾は今もここのどこかにあるんだろうか。うーん。どうやら喋ってくれないみたいですね。アヤマン喋ってくれないわ。<laughs> ということで最後はこのツーショットで終わりたいと思います。 アイアンスパイダーとマーク85ですね。この並びいつ見ても最高ですね。ということで、この並び、この二人の共闘を再現できるのはこのゲームということで、このゲームだけということでね。ぜひ気になった方買ってみてください。ということで今回はアイアンスパイダーと、まあ、ナイトモンキーも紹介させていただきました。それでは皆さんまた次回。グッバイ。